どうも、青森の小川です。小川。はい、今回はですね、こちらの本館に置いてあります荷物をですね、一旦別の棟に移すというね、作業をね、やっていきたいと思います。ただ結構ですね、荷物も重かったりするので、重労働になりますので、僕の SNS、そしてですね、テレビなどを通じまして、ボランティアのスタッフを募集しました。そして今日来てくれた精鋭たちがこの方々です。どうぞ。はい、では皆さん頑張っていきましょう。いいね。ありがたいです。皆さん、きびきび動いてくれて、すごい、一瞬の終わりそうです。X とか見ていらっしゃったんですか。あ、そうなんですね。ありがとうございます。はい、どちらから来てくださった。青森市です。青森市から、はい、あ、そうなんですね。どちらからいらっしゃったんですか。青森市です。青森市から、お二人で。大学生で。あ、そうなんですね。はい、すごい。X とかで見て。そうですね。X とか、インスタとか、あとあのハッピーで募集してて、あ、じゃあ、せっかくだから行こうと思って。ありがとうございます。とりあえず今日確実にやりたかったことは今も終わったので、今回のプラスアルファな感じでちょっと床をですね、昨日この全部フローリングを最終的に張り替えたいので、ちょっとずつなんか剥がしていければな。めちゃくちゃいい武器持ってますね。持ってきてくれたんですか。そうですね。あ、すごい、さすが。せーの。ありがとうございます。今日は外ヶ浜から、はい、すごく助かります。撮影もありがとうございます。いろいろお手伝いしてありがとうございます。これあれだよ、ホタテ剥がすみたい。大変、リクト面白い。
面白い、はい、飲みて、うん、どう楽しい取れると気持ちいい。あらららら、名誉の不調ありがとうございます、そこまで頑張ってもらって斬新やなさすが雪国やね。ゲージ、大丈夫か、チャーハン触れます、チャーハン作れます大丈夫です後悔してないですか、来たの大丈夫ですか。いや大丈夫ですか、予想以上にちょっとハードな感じになってるけども、はい、めちゃくちゃ楽しいです。大丈夫ですか、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。めっちゃいいやつ書いてる、めっちゃいいやつ書いてる。今感動のフィナーレを迎えようとしております。サライが流れております。サライがブローカーでラスタイムの最後回のまとめるよ、行こう。最後締めて、うん、いいんじゃないか。よっしゃ、ありがとうございました。やったー、やったー、キャラちゃん、ありがとうございました。ありがとうございます。それに好きやありがとうございます。皆さんコピーだけはしないようにありがとうございます。ありがとうございます。